いや、今久しぶりに自分の部屋にたどり着くことができ、多分ここ俺の部屋よ。安全第一、これを忘れてはならない。こいつがこの部屋で、前ここリポーターのペン、多分ここ俺の部屋だと思うんだ。寝ても文句言われなかったから。あ、これもしかして改装できんのかな。できねえじゃん、ワークベンチはないんだ。前ね、ここにね、見分けがつくようになんか置いといたんだよ俺。ミラでも置いとくか。でかっ、これでかすぎるな。やっぱダメだこれ。まあここに眠る、止まるってことはあんまないんだけど。ジャンクで、あーやっぱりミゼリンやつの方が、こっちは個性的だからね。ホロテープは目立たないから分かんない。本全部売っちゃったのか。あ、これ、あ違うか、これビデオだ。しょうがねえな。使うものしか置いてない。ああ、黒縁メガネでいいか。オッケー。うん、これでわかるよ。それで、あそこにいるのがファーザーって。ほほ、死なないかな、ちょっとセーブして飛び降りられない。あ、引っかかってる。あ、これエレベーターじゃねえの。あれ、呼べないわ。うわ、めんどくさ。飛び降りたら死ぬかな。いや大丈夫だった。ここか、緑のとこにいるんだファーザーって。バイオサイエンスとロボティクスの間の、いた、やっと分かったよ。ああ、よっ、揃っているな。この喜びは言葉にすることはできない。我々揃ってるなって何が。また最初からやり直し。息子。ああ、揃ってやっぱり。この喜びは言葉にすることはよくわかんない。我々の新たなゲストは周囲の環境に馴染もうとしている最中だが、すでにこちらのやり方にいくつか非能率的。ああ、この間見つけてきた人ね。その助けがあればフェーズ3はすぐ準備が整う。フェーズ3ってなんだっけ。それも全てエネルギーのゲットだっけ。こちらがここにたどり着く前から多大な労力を費やしてきたんだろう。ゴールまではあとどれくらいだ。もう長くはかかるまい。基地部門が順調に作業を進めている。もう一つ果たしてもらいたい役目がある。ひょっとしたら楽しんでもらえるかもしれん。そろそろ連邦に我々の存在を知らしめ、こちらの計画を邪魔しないよう要請する。お前ら存在知られすぎてるよ。それはあなたがやるべきだ。いい考えだ。暴力を避け、いくらか命を救うことができるかもしれない。ああ、それも目標の一つだ。それにインスティチュートの、お前人の命なんとも思ってないじゃん。あなたがやるべき仕事でもある。こちらが用意したコメントを録音してほしい。済んだら
それを連邦全体に向けて放送する。なんだよ。ここにあるマイクを使ってこの台本を通りにしてほしい。実に簡単な仕事だ。父さんならきっとうまくやれる。馬鹿にしてんのかこいつ。言う内容まで勝手に考えてる。イラッとするわ。え、どこでやんの？あ、これか。はい。長年にわたりインスティチュートが今も存在し、皆さんの中に紛れているのではないかと疑ってきたことでしょう。それは事実です。しかし事実の全てではありません。我々はここにいます。そして我々は、我々はで終わってるじゃん。これじゃあレーダーと一緒だよ。助けを差し伸べるものです。我々の優れたテクノロジーは連邦の未来を表しています。今日我々は所持している原子炉を起動し、地上の世界が存在しなくなった後も我々が生存していけることを確実にしました。人類の未来を確実に存在するものにしたのです。我々は取るに足らない些細な事柄に口を出すつもりはありません。皆さんの、ああ、ここは俺が選べばいいのね。個人としての自由についてもです。我々はただ皆さんにインスティチュートの活動の邪魔をしないでいただきたいのです。そう、これだったら最初からこう言えばよかった。結果として、ん？おいおい、関係者全員に不必要な困難をもたらすでしょう。ご安心ください。未来は皆さんのものです。信頼できる者の手に委ねられており、人類は我々の導きのもとで繁栄するでしょう。なんか調子こいてるよね。はいはい。なるほど、今のは興味深かった。こちらが当初意図したものとは。そうなのか。そちらの趣旨は間違いなく伝わった、うん、これからリーダー俺だから。次はそれを全ての人間が聞くようにする番だ。ダイヤモンドシティまで小旅行というのはどうだろう。少し新鮮な空気も吸いたい気分だ。趣のある言い方だが、あちらの空気は新鮮どころではなさそうだ。ダイヤモンドシティにあるラジオ局は連邦に数多くのリスナーがいる。こちらのメッセージを人々に聞いてほしければ、それを通じて届く。ああ、ダイヤモンドシティラジオね。彼らの放送をジャックする前に、その放送の出力を最大まで上げておく必要がある。必要なパーツが現地にあることは確認あとはそれらを設置して放送出力を上げるだけでいい。終わったら戻って報告してくれ。やっぱね、考え方が間違ってるよ。頼めばちゃんと放送してくれるんだよ。なんかね、心がひねくれて歪んで、やっぱりかわいそうにね、歪んだ人間に育てられちゃったから治らないみたい。ここだっけ。最近ラジオの音が良くなってると思うよ。あまり苦情を受けない気がするんだ。お前良くなったの？え、あの子来なくなっちゃったのな。よ、トラビス、スカーレットとのことうまくいかないんだ。あ、そうか。でもそれはいい。一緒に一回寝たもんな。それでいいや。よかったじゃん、笑わさだじゃなくなって。え、ってどこどこ？マーク出してよ。え？あ、間違えた。全然わかんないよ。送信機を設定する。再設定。あ、やっぱ中に入るんだ。あなたが僕にしたことは決して忘れない。なんかさ、怒ってるみたいに感じるのは なんでだろう。どこどこ、これ。道理でフル出力で放送していないわけだ。
ラジオのパーツを見つける必要がありそうだ。うん、ラジオのパーツを見つける必要がありそうだ。ラジオにこれでも、いやトラビス、最近ラジオの音が良くなってると思わないか。そうか、とにかく苦情を受けない気がするんだ。でどうしたらいいんだっていう話だよ。どっかにあんのかな。ゼロ、ああこれ、え、ないよね。あなたが僕にしたことは決して忘れない。ラジオのパーツを見つける必要がありそうだ。どこにあるんだよ。ない、ここにあるんだよ。あ、これか。あ、はあ、バカ野郎。ああ、ちょっと待って。よし、これを試そう。いや、調子はどう。いや待って待って、無線機スロット、ああ、ダイヤル、これはこっちか。あなたが僕にしたことは決して忘れない。もっとこっち、あとこちらか。よし、入った。ああそういうことか。あ、であのここにね、ここはボタンだ。あとはこれか。いや、調子はどう。ダイヤル、いい感じじゃん。それとダイヤルあと何。最近ラジオの音が良くなってると思わないか。え、苦情を受けない気がするんだ。あ、ここに、これでうまくいったんじゃない、知らないけど。ん、いや、調子はどう。もう一回取り除いてあ、まず最初にここに何か入れるんだよ。ダイヤル、もう一回取り出す。もう一回取り出す。今度はボタン。やっぱりわかった、この緑のランプだ。これ出力ランプなんだよ。でダイヤルと真空管、じゃあダイヤルから。あ、もう一個増えたじゃん。やっとわかったもん。いった。よ、ラジオの音が良くなってる。喋ってみ、すげえ音になるぜ。あまり苦情を受けない気がするんだ。俺も放送したいんだけど、トラビス、俺の作った原稿読んでほしいみたいな。なんでいちいちインスティテュート帰んなきゃいけねえんだよ。わざ調子こきすぎだろ。来りゃいいのに、ここに。なんでアドバンストシステムズの子いるんだよ、ファーサーは。どこにいる？ドクター、お前か。俺お前嫌いなんだよ。僕が言ってたって本人には言わないで。いい？ここか。え？ここ？こんなとこにいんのか？ここラディエーションだらけのとこだよ。46離れたじゃん。なんでマーク出てんだよ。は？じゃあここか。よ、いやドクター、またスカベンジャー部隊がフェラルグールに襲われました。わかった。あいつらは全くキリがない。しつこくてもまた退治してくれてるのね。めんどくせ。もう2回やってやった気がするんだけど。大都市への旅は楽しめたか。うん、では済んだのか。送信機はもう調整済み。済んだんですか。送信機はもう調整済みになったんですか。ちゃんと敬語使えてめえ。すべてスタンバイ済みだ。こちらの準備が済めばいつでも行ける。よし、原子炉が稼働したら彼らの放送に割り込ませてもらおう。ホスト役はそちらに任せよう。お任せしますだろ。
我々はこの瞬間を目指して努力を重ねてきた。皆の全ての努力が実り、ついに我々の原子炉を起動する時が来たのだ。もう生き延びるために妥協を強いられることはない。進歩が資源を追い越す心配もない。父と私は皆の協力により成し遂げられた。OK。まだやらねばならないことがある。どう進めるかを話し合う会議が理事会によって招集されたが、私は出席。そうだな。もう俺が全部。責任者として出席。任せてくれ。じゃあ行こう。どこだっけ？下だよな。こっから飛べるんだっけ？俺ん家に。あ、ダメだって。お、めんどくせえ。